よろしくお願いします。大五郎と申します。今日はナスとトマトのパスタ、パスタナッシュを作ります。ナスは3本使いました。火をつける前にオリーブオイルをナスにしっかり絡めてます。なんかこうした方が美味しいよって書いてありました、ウェブのレシピ。ちょっと焼き目ありぐらいまでナスをまず1回焼いて取ります。で、旨味の残ったフライパンにオリーブオイルを加えて、今度はみじん切りにしたニンニクを弱火で香り立たせます。いい香りがしてます。そこにひき肉 100g に塩コショウをします。で、火が通ったらトマトホール缶を入れて少し煮立たせて、ブルドックソースで味付けしました。ちょっと味見をします。美味しい。結構こうとろみが出るぐらいまで煮立たせましたね。要は中火くらいかな。そしたらオリーブオイルの絡んだナスを入れてしっかり絡めて、いい感じですね。盛り付けます。ちょっとだけパルメザンを加えて出来上がりです。ナスとトマトのパスタ、パスタなし、いただきます。これがね、マグマぐらい熱いです。味付けはこのブルドックソースしか使ってないんですけど、しっかり味付いてますね。なんだろう、トマトの酸味とナスの甘みで、ニンニクのこうちょっとガツンとくる感じに、ひき肉の旨味が、うん、最高。毎回似たようなのを作ったんですけど、こっちの方がうまくできましたね。なんかしっかりナスをオリーブオイルに絡めて焼いたからかな、すっごいナスが美味しい。下の朝かな、軽くパスタかトーストにして、残りは食べたいと思います。ごちそうさまでした。一旦終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録とグッドお願いします。失礼します。